じゃあね、生殖の2いきますか。生殖の2、2番目ね。まあ、有性生殖の話をしていきます。で、無性生殖覚えてるかな？さっきのやつ見てほしいんだけど、無性生殖では、配偶子がなかったよね。だから有性生殖は配偶子があります。だ配偶子があるって覚えるんじゃなくて、ちょっと点数取るためには、配偶子がね、くっついて増える。くっついて増えることをしっかり意識しましょう。配偶子っていうのが、他のやつからなんかできて、配偶子っていうのを体から出してそれをくっつけてみたいな、そういう話ですね。いきますか。一つ目の、有性生殖の話をしていきますか。一つ目はね、接合って言います。接合、接合をする具体例、これも具体例大事なんですよね。具体例、あ、イグザンプルとか忘れてましたね。具体例が大事です。具体例、青みどろ、これセンター聞かれますからね。接合する微生物を選びなさい。アメーバ、ゾウリムシ、まあ、いろいろ書いてますよ。青みどろですからね、しっかり接合は青みどろ、青みどろは接合、しっかり覚えるようにしましょう。接合ってなんじゃって話なんですけども、何が違うんだと話なんですけども、これはどういうことかな。青みどろから出す体細胞と配偶子の区別がつかないんです。青みどろがなんか体からピョッと出すんですよね。でもそれが特別なんか配偶子の形をしてるわけじゃなくて、ただの体細胞なんです。ただの体細胞を出してそれをくっつける。 OK、 配偶子っていう形じゃないんだよね。配偶子にわざわざしてない、配偶子なんだけどもね、なんか生殖のためにあえて作るような配偶子じゃないんですよ。ただの体細胞をペロッと出してそれをくっつけるっていうね。だから一応書くのは、配偶子と、言葉だとすると配偶子と体細胞の区別がつかないんですよ。区別がつか、下見えますか？つかない。配偶子と体細胞の区別がつかない接合、正式のことを接合って言います。オッケー。大丈夫かな？これね、でもちょっと難しい知識です。実際ね。注意書きぐらいでいいですよ。2時まで、2時まで使う。特に南海大学狙う2時まで使うって人は、まあ、当然覚える知識なんだけども、センターでいいやって人は、まあ、覚えててください。次いきますか。次ちょっとね、名前長いんだけどビビんないで。同型配偶接合で。同型配偶子接合。同型配偶子接合、まあ、名前覚えて、長いけどね、しっかり覚えてください。これは具体例が大事。クラミドモナス、クラミドモナスともう一つ羽ケイソウですね。羽ケイソウ、この二つしっかり覚えていきましょう。クラミドモナスと羽ケイソウ、同型配偶子接合はクラミドモナスと羽ケイソウ、同型配偶接合はクラミドモナスと羽ケイソウ。覚えた？大丈夫ですか？で、これね、同型配偶子とこの体細胞何に違うんじゃって話なんだけども、ほんと同じ形してます。配偶子を体から出すんだけど、同じ形の配偶子を出します。配偶子っぽくしますか？なんかちょっと尻尾でもつけてみますか。まあこんな形じゃないんだけど、本当はね、同じ形を出して、だからオスメスわかんないよね。オスメスはわかりませんから、これをこうぶつけて、同じのをぶつけて新しいのを作るよっていう話ね。だからオスメスがわかんない、オスメスわからん、オスメスわからんっていうのが、同型配偶子接合です。 OK、 次ね、あんまり見ません。正直先生も戦闘試験の時に見たことないかな、模試とかでもあんまり見たことないんですけど、まあ、一応触れておきますか。異形配偶接合、これはね、あんまり出ないかな、出ない気がします。でも出たらね、責任取れないので一応言っとくよ。配偶子接合ですね、異形ですからね、形が違うんですよ。感じ違いますかね、大丈夫ですかね。異形配偶子、これはね、異形配偶子も、まあ、似たようなところがあって、オス性のでかい配偶子とメス、メス性のでかい配偶子と、
おっせーの同じ形なんだけどね、同じ形の大きさだけ違う配慮紙を出してぶつけて新しいのを作ります。 OK、 まあこれ見るっていうやつなんですけど、まあ、これもあのなんていうの見る見るっていう動物、生物がやります。ね、この大きい方をね、大配偶詞なんて言ったりしますよ。大配偶詞、こっちはね、小配偶詞なんて言ったりします。あとこっちはね、メス性配偶詞、こっちはオス性配偶詞なんて言ったりしてね、まあ本当にね、高校知識じゃあんまり問われないんですけど、まあ一応押さえておきましょう。まあ二次まで使う人はしっかりね、覚えておくようにしておくべきだと思います。うん、そうですね、大きさだけ違うぞと。大きさ違うかな、大きさ違う、大きさ違うとことを、まあ一応言葉にするなら覚えてください。大きさが違うと、異形配偶接合は見るってやつで、大配偶詞と小配偶詞があって、大きさが違うぞということだけ覚えておきましょう。うん、ラストラスト一番知ってるやつですよ、皆さんがね。有性生殖といえばこれをイメージする人が多います。受精、うん、受精の性が違えけど、まあ受精かけてください。受精の性だったか、受精の性は青かな。あー、これか、受精の性これですね。これがだから出ちゃった、見えないか、いや、はい、受精かけるよね、受精、受精、受精するやつといえばまあ動物は受精しますね、ほとんどね。まあ動物って大きな国にしてますよ。植物でね、受精する植物あるんですよ。今ね、10月ですよ。まだかな、北大だとね、この並木がね、綺麗なんですよね。知ってますか北大。あ、今度北大来てくださいよ。歓迎しますよ。はい。北大のよくあるのが、イチョウ並木が綺麗ですよ。イチョウ並木ね。さあ、イチョウ並木のイチョウも受精します。で、受精、受精面白いよ。受精はね、運動する、運動できる、運動できるちっちゃいオス、オス出身のやつと、運動性を持たない大きいメス出身の卵、精子と卵子が、合体してできるのが受精。OK？ で、オスとメスどうやって決まるのよって、まあ、ついてるついてないとかそういう話でもいいんだけど、どうやって決まるかっていうと、オスの方は運動性がある小さいのを出せばオスです。てか大きさです、小さい方がオスで、大きい配偶詞の方を持っている個体をメスって言います。で、実は人間の受精卵なかなかでかいです。肉眼では見えるんだったかな、確か肉眼では見えるはずです。本当にでかい、ほんと卵子でかいんだよ。だからでかい方がメスっていう風になってます。 OK ですか。まあ、その最後の先生の変な話はやらなくて、覚えておくべきことはこの4パターン、接合と、同系配偶接合、これはまあ三角でいいですけど、受精、この4つしっかり覚えておくこと。で、特にね、接合アホミ、あ、接合アホミドロなんてね、よく聞かれるし、同系配偶接合のクラミドモナス、ハネケイソなんてね、しょっちゅう聞かれます。で、意表をついて受精のところに胃腸入れたりとかね、そういうことになってくるので、しっかり覚えるようにしましょう。暗記ばっかりされてもらうけど、暗記した人は勝ちます。生物は特に暗記が大事だ、暗記頑張ってください。あ、語呂募集してます。なんかいい語呂見つけたら、先生のところにコメントしといてください。お願いします。